Amazon ギフトが届きました。今日12月の24日クリスマスイブですね。ありがとうございます。今ね、夕方の4時ぐらいなんですよね。で、あまりこの時間帯に宅配来ることはあんまなかったんで、何かなと思って見てみたら、ありがとうございます。なんだろうね、袋もこんな初めてこういうのできた。オープンって書いてあるので、ちょっと開けてみたいと思います。っていうのもね、ちょっとね、これ若干この外装の匂いが何だろう、やっぱりドライバーさんの匂いとかかな、くっついちゃったのかも。なんかもう早く開けたいなっていう感じです。あら、なんとなんとなんと、オリーブサーディーンですね。オリーブオイルサーディーン、イワシの缶詰。ありがとうございます。これ結構いいお値段でしょう、このボリュームで。ありがとうございます。これはすごく1年分ぐらいの私の食料になると思います。これちょっと中開けてみようか。開けてみよう。で、開けようとしてるのに、カッターをここに用意するのを忘れたので、ちょっと手で。あ、やっぱりそうだね。以前買って、食べてた、イワシのね、オリーブオイル漬けです。これこれ。これ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 よ。うん。丸ごとのね、イワシなんですよね、これね。で、オリーブオイルにつけてあって、まあ、缶詰だから、いろんな料理に使える。これのトマト煮が私、好きです。ありがとうございます。ちょうどほんと、明日土曜日なので、いつもの宅配がね、食品が届くんですけど、野菜のみです。あんまりタンパク源とか購入していなかったのでちょうどよかったです。どうせね、クリスマスとか正月とかね、一人でいるし、そんなに食料が あってもね、保存が効かないっていうのもあったんで、タンパク源とかはね、プロテインとかがメインだったんですけど、そうなんだよね。こういう魚のとかね、缶詰って、いいよね。これ何がいいって、本当は妙な味付けしてないからいいんですよ。これ本当オリーブオイルにつけてあるだけで、使ってるの食塩だったっけ。ねえ、こういう素材オンリーのやつ。うん、それが、いいですよね。どうもありがとうございます。おかげさまでちょっと嬉しい。一人でいるけれど、まあ、嬉しいクリスマスイブです。